このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のニアです。ボイスロイドのキズナあかりです。チキチキチャンネル、今回の動画のお題はこちら。ビビフローライトアイズソングの第3話が放映されたのでレビューしていくよ。初回は第1話と第2話だったから、今回が第3話なのね。今回から新章、私が制御から外れる時編、サンライズコロニー落とし編が始まるよ。人類は自らの製造したものの行いに恐怖した。ということで、ざっとあらすじ紹介していくよ。まずビビが遊園地での本来の職務であるライブから始まってくるわけですね。前回のビビのライブはほとんど人がいなかったけど、今回は人がいるわね。この無職転生を思い出す本編に連なる特殊オープニング。正しい無職転生の持ち出し方。ビビ自体、心を込めてライブをできるようになったという評価を受けてるね。そこに襲撃する松本、どうも話がおかしいと思ったら、前回の議員救助作戦、桃花ちゃん爆死から15年の年代スキップがあるらしい。年代スキップ、スライム倒して300年と繋がったわね。こっちは100年の旅だからね。年代スキップから AI の歴史を追体験、修正していくという構成になるのだろう。桃花の件もあるから松本を信用できないビビ。当たり前だよな。しかも前回、 AI なんてどうでもよいと思ってた議員の人をテロから助けた結果、 AI に感化されてしまい、松本の未来の AI 命名法どころか、より人権を強めた AI 人権法を通してしまっていたのだ。やっぱ歴史変わってないじゃないか。しかし松本の持ってきた歴史の分岐点は、やっぱりビビにとっても無視できないものだった。宇宙ホテルのコロニー、サンライズ、白神というのが作られている。機動戦士かな。そのホテルコロニーが地球の海面に落とされる。人類は自らの作ったものの行いに恐怖した。スターダストメモリーオペレーションを決行したのがホテルオーナー AI のエステラ。エステラはビビの設計コンセプトを継いだ後継機で妹のような存在、シスターズというらしい。エステラの AI としての使命はライフキーパーとして人間のお世話をすること。そんな彼女がなぜホテルコロニーを落として虐殺などしたのか。しかし松本の語る未来では、 AI のエステラがホテルコロニー落としによる虐殺を行った結果、反 AI 勢力が蔓延、そして人類と AI の戦争につながっていくのだった。なので今回の任務は、ビビがコロニー、サンライズに臨時スタッフとして潜り込み、コロニー落としを阻止することだよ。ここのコードネームで、ビビを用意する松本は気が利くのか、人の心がないのか。松本は、コロニー落としを決行したエステラを、史上最悪の欠陥 AI と呼んでいるわね。まあ松本は、当人の話を信じるなら、未来の松本博士より人類を AI の暴走から救うためにビビを駆り出してるからね。そりゃまあ戦争の原因になった暴走 AI は嫌悪するだろうな。しかし、ビビは、エステラとの対話で、なぜ、そのような強行を行ったのか、話を聞いてから始めるつもりね。ピンク AI のルクレールちゃんは、ビビに前オーナーの死から、ホテルを乗っ取ったという噂があるから気をつけろと警告してくるよ。かわいい。しかしビビは、実際にエステラと話をしてみると、これがどうも悪い子には見えない。エステラ自体は、前オーナーの100年以上前の従業員は家族、という心情をリスペクトしている。前オーナーが亡くなった後も、オーナーの家族に頼み込んで、コロニーホテルの経営を継承しているみたいだよ。全オーナーを大事に思ってる良い子に見えるわね。ビビは、前オーナーの死に、エステラが関与してないと確信して、松本もそれには同意するよ。でも、エステラがコロニー落としを行ったことは、前オーナーの死に関係してることと別の問題になってくるよ。そんな謎の中、松本の知る歴史より、早めにホテルコロニーサンライズに異常発生。当然、混乱するホテルの宿泊客たち。エステラは、宿泊客を落ち着かせるため、歌によって恐怖を和らげる特殊エンディングに突入。
歌がテーマなだけに、オープニングもエンディングも演出が凝ってるわね。謎が謎を呼ぶ展開の中、ビビオ・ディーバという本名で呼んでくる女性が登場。小原好みの声らしいその女性はゆずかさん。あの事故死したももかちゃんの妹らしいよ。15年後だから、だいたい20代かしら。事故は避けたのね。ビビも市場を持って、ゆずかさんを死なせたくないと決意を固めた一方その頃、エステラが、ピンクのルクレールから、何か怪しいチップを受け取ってるんですが、その後に、ユステラがルクレールを抱きしめた。と思ったら、首をもぎ取るんですね。マジかマジだ。やはりエステラは狂っているのか、という気になるところで、サンライズコロニー落とし編は、次回に続くよ。1エピソード前後編の構成になるのかしら？あらすじも終わったところで、一つ一つあれこれ語ってみよう。ビビ、86、シャドウハウスの2021年春アニメにおけるアニプレ登園の機会が揃いましたね。お、美少年探偵団も加えて差し上げろ。グダさん、タツキ監督、エロワちゃんの桃園の近いほどのネタ性は、まだそこまでないレベルだけれども、タツキ監督言いたいだけだろ、それ。ビビ、レイナ、ケイト様の登園の誓いは長期スパンで見ていくのが楽しみになりそうな今期の桃園の誓いだね。86のシャドウハウスも原作はあるけど、途中から分かってくると楽しいタイプだものね。ビビに話を戻すと、小原好みさんキャラの登場で、ここがターニングポイント4に相応するのがよくわかるね。ビビとしては、使命だけでなく守りたい個人。しかしビビも、エステラのことは信じたい。怪しげな運送スタッフたちも気になるが、AI の進歩とその反発の歴史を、年代スキップを使うことで追体験する構成はちょっとワクワクするよね。主人公がロボだからできる構成。果たして本当に歴史は変わっているのか、人類と AI の戦争は止まるのか、ビビが感情を表出するのが苦手、感情がないとは言ってない。一方で後継機の妹たちがどれだけ進歩しているのか、そういった世界観設定の興味も惹かれるような作りになっていて、うまく見せてくれているように感じるよ。エステラが良い子に見えるのに、なぜコロニー落としという強行に出たのかも謎ね。設定が機動戦士っぽい感じではあるんだけど、でも地球軌道上に居住区コロニーを作るとなると必ず出てくる発想だからね。松本がエステラを初期化して終わらせようとするのも気になるところ。しかしコロニー落としを阻止したいという思いはビビと松本で同じものであるわず、次回が楽しみですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。この目に